らっしゃーい、らっしゃいらっしゃい。またやってる。言い慣れない言葉だからまだしっくりこないんだよ。どんな風に言えばいいか迷っちゃって。自然に言えばいいんだよ。いらっしゃいませ、ブルーミーカフェへようこそ。ってね。おー、さすがしおり、すっごく自然。いらっしゃいませいらっしゃい、マスター。ルリちゃん、来てくれたんだ。忙しいのにありがとう。二人がカフェ開いたって聞いたら飛んできちゃうよ。思った通り可愛くって居心地良さそう。お揃いの制服もおしゃれ。ポイキラキュンピョンって感じ。ポイキラキュンピョン。カフェの調子はどう？さっきまでファンの子が来てくれてたの。いっぱいお話ししちゃった。デリバリーも始めて、これからローズの撮影現場にお届けなんだ。おお、本格的だね。ってことで私行かなくちゃ。ローズちゃんによろしく。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。ルリちゃん、注文はどうする？飲み物は何があるの？カフェオレとか紅茶とかいろいろあるけど、一番のおすすめはロイヤルミルクティー。じゃあそれにする。かしこまりました。お待たせしました。おー、きれい。どうぞお召し上がりください。いただきます。どうかな。ララプカ神蘭というと、心に染み渡る。めっちゃ美味しい。こんなロイヤルミルクティー初めて。毎日飲みたい。うん、ずっと飲み続けたいよ。気に入ってもらえてよかった。ね、どうやって作ったの？それは秘密。ヒントだけでも。ダメだよ。ケチ。それじゃあレシピは教えられないけど、美味しさの秘密なら教えてあげる。え？なになに？それはズバリドレシア。ドレシア？このフレグラントロイヤルミルクティーのおかげなんだ。わー、かわいい。花ちゃんの新しいドレシア、カフェタイプなんだ。うん、この前ドレシアの森に行った時にね、プラネットトレンドフェスのための新しいドレシアを探してて、私道に迷っちゃったんだ。そしたら甘い香りが漂ってきて、香りの方に進んでいったら、フレグラントロイヤルミルクティーがいたの。とっておきのミルクティーはいかが？その時飲んだロイヤルミルクティーが温かくて心に染みて、プラネットトレンドフェスではフレグラントロイヤルミルクティーのドレスを着たいって思ったんだ。フェスのステージでも協力してもらって、カフェのメニューのお手伝いもしてもらったってわけだ。うん、そうなの。フレグラントロイヤルミルクティー。ごきげんよう、ハナ。こんにちは。あなたのロイヤルミルクティー大人気だよ。めっちゃ美味しくって感激したよ。それは何よりです。私のモットーはほっとして染みていく。ティータイムは楽しくなくっちゃだね。うん、そっか。ハナ、これからも心を込めておもてなしをしましょうね。かわいい。クラシカルで甘さがたっぷり。あのね、私お客様にどんな風に挨拶すればいいか考えてたんだけど、シンプルに楽しいティータイムを過ごそうっていう気持ちを込めればいいのかも。うん、オッケー。いらっしゃいませ、ブルーミーカフェへようこそ。